本日の動画は、はい、どうも皆さん、こちらはベルサスです。本日も日向市やっていきましょう。さあ、今回なんですけども、まぁ、ちょっとね、これ、まぁ、行った方がいいよねって思って、いうことなんですけども、まぁ、今回このギフトバーと大シータネっていうイベントというか、緊急クエストでやってるじゃないですか。で、これで種を集めていろんなものと交換できるっていう風な、まあ解説を前の動画で出したと思います。まあその中で、まあいろいろ交換するアイテムってあると思うんですけど、まあ僕大体もうなんか目ぼしいものは交換は終わったんですけど、まあなんていうのかな、ガチャチケとか、そういうのは終わって、で、あとトロフィーとあとカップもほぼほぼ、まあこのビジュアルカップだけかなとは。あとはまあここら辺の、なんか、本。やつを揃えれば、まあ、僕的にはもう OK かなみたいな感じで思っているんですけど、まあ、ガチャチケですよね。ガチャチケを、まあ、なんか動画で一気に引いてもいいかなと思ったんですけど、まあ、もうちょっとここである通り14枚ほどもう引いたんですよ。もう引いちゃったんですよ。いや、なんか交換できるし、もうパワパワ引こうかなと思って引いたら、とてもない結果になったので、ちょっとそちらの方をね、皆様にご説明しようかなと思っております。はい。まあこれ配信でもね、ちょっと言ったんですけど、まさかのね、ポシオンが3体出るっていうことが起こりまして、どういうことって思いながらちょっと自分でもびっくりしたんですけど、まあまず、その出てきたものを説明しようかなと思っております。まず、一人目がこちら、ヘビーガンナーの赤属性の神村さんです。やっと赤属性が来てくれた。いやーよかったー。ヘビーガンナー俺、各属性1体を絶対持ってんな。まあ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 、でも、とりあえず来てくれてよかったなと思いました。アタッカーっていうかまあ遠距離型ではありますけども、火力出せるタイプの子が出てきてくれてよかったなというふうな感じで、ちょっとほっとしております。あとはまあ、近接のベルセルクかストライカーが出れば、一番いいんですけども、まあそれはちょっと高望みかなと思って、とりあえず赤属性の星4が出てくれるだけで、本当によかったなと思います。いやー、これでなんとかね、ミドル属性の、敵の、クエストを結構頑張っていけるかなというふうな感じで思っております。まずこれが1枚出ました。もうこれは本当に嬉しかった。よかったと思って、思わずね、ツイッターにも投稿したんですけど、はい、これがまず、1人目というか1体目の星4ですね。続いてなんですけども、両方とかぶりなんですよ。かぶっちゃったんですけど、出てきたのでちょっとご紹介したいと思います。まあ、かぶってもね、出撃家族があるので、まあ、何ら問題はないのかなとは思っているんですけども。一人目、こちら、渡辺美穂さんのバリアソルジャーです。こうプラス1となっていますけども、こちらが出ました。いや、なんか、まあ、常設のもので言うと、持ってるのと持ってないのって言ったら結構半々に近いのかなって。でもまだ言うて僕が読んで、持ってないのが6ぐらいな気がするんですけど、あ、でもだいぶ被るフェーズになってきたんだなってちょっと思い始めましたね。うん。まあ、こちらですね。が出てきました。ステータスのところにも書いてあります通り、出撃コストだったりとか再出撃までの時間だったりとかがちょっと短縮されておりますので、まあ、まあ出てきたっていうのは結構証明になるのかなと思います。まずこれが、2体目の星4ですねが出てきたものです。いや、まずこの時点でびっくりじゃないですか。まあかぶったんですけどね、かぶったんですけど続いてもかぶりなんですけども、こちら牛尾さんですね。牛尾さやなさんです。青属性ソーサラー、こちらが被りまして。で、こちらも、あれかな、まあ、出てきてすぐに、せっかく過ごしてっていう風な感じになっております。はい、まあ、青属性のソーサラーは、使い勝手いいですし、大体そうです。青属性でも結構、バルキリーゴリ押し OK みたいな感じではあるじゃないですか。で、僕もバルキリーは、2部さんと、あとは、確か、配布で配られた佐々木さんか佐々木ミレイさんの方。を持っているんですけど、まあそれプラス、まあ、火力源としてソーサラ1体付け加えて、まあパワーロードはいらないかな。まあ場合によってはバリアソルジャー1体ぐらい編成してあげてみたいな、感じですね。で、戦うことができるのかなと思うので、個人的に青属性が一番、火力も出るし、結構安定するかなというふうな感じでは思っております。はい。で、まずこれが、まずというかこれがね、3体目の星4となりました。いや、まさか約15回ですかの、まあ、実際引いたのは14回なんですけど、15回の中で、星4が3体出るってなかなかだなと思って。でも、確かに僕、変なところでガチャ運強いっていうのは、もう、どのゲームも昔からあるんですよ。昔からって。
例えばですけど、僕が以前やってたザンビザゲームでは、あのゲーム内のキャラクターの上杉沢さんっていう方がいらっしゃって、上杉沢さんは何だったっけな、あの劇団4ドル50セントの方だったっけな、確か初期の方で3体出るっていうとんでもないことがあったりとか、でこの日向書っていうゲームでも、あの1日1回無料10連ガチャの期間あったじゃないですか。あの時になんか変にポンポコポンポコ星音が出るなとか、そういう風なことがあったので、なんかよし、じゃあこれからガチャを引いてね、出たら嬉しいなと思いますっていう風なガチャ動画で一切出ないのに、そういったところでは出るんですよ、なぜか。変なガチャ運だなって毎回思ってます。はい、ということでね、まあラスト1枚余ってるんで、こちら引いて、最後こちらのハミー氏の交換所のやつで出てくるやつの最後のガチャを見届けたいと思います。お、星3は確定か。じゃあここからちょっと見ますか。ここからで、なんかもう一個キュンキュンキュンってなったら出るけど、はい、ということで、おお、でも特上のお寿司スマイルの星4は確かあれですよね、今回から新しく追加されたものだったような気がするけど、そんなことなかったわ。全然そんなことなかった。ただただ持ってなかっただけか、金村さんの。クリティカル時の攻撃力 1.5 倍になる。おお、なるほど。そんなことないよ。ミュージックビデオ撮影でカメラを見つけて笑顔になる金村に行くと。いうふうな感じですね。こちらが出てきました。いや、まさかまさかの、ここでも、あの、お守りの星音が弾けるというね、ちょっとびっくりなんですけど、確かこれも確率的には 5% でキャラ星音と一緒かな。まあ、あの、ピックアップが確か 4% なので、まあ、1% 引いたっていう感じですか。ああ、なんか変にガチャがいいよね。うん。まあ、クリティカル率の攻撃力が 1.5 倍か。なんだっけ？何のキャラがいいんだっけ？遠距離系は命中率を上げるといいから、クリティカルだから近接系か。でもまあ、これはどの属性にも付けられそうですしね。あ、でも水域コストがちょっと高いですね。52って。意外と高い。はい。まあ、新しくお守りゲットできたので、よかったなと思います。はい。そういった感じです。意外とね、なんか出るんだよね、こういうの。なんでだろう。なんかそれこそね、イベントが始まって新しいジョブが出てきて、そういうタイミングでガチャ引くよって、毎回って言ってることはガチャ動画やってるじゃないですか僕。まあ一応出たからにはやろうって思ってガチャ動画撮って出してはいるんですけど、なかなかね出ないんですよね。なんでこういうタイミングで出るのかすごい謎なんですけど、はい、ということで以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。